小樽松倉鉱山は、北海道赤井川村及び小樽市にあった重症石鉱山である、松倉鉱山とも呼ぶ、銅鉱山を経営する堺化学工業では、小樽工業所と呼称していた。日本における主要な重症石鉱山の一つであり、一時期は国産重症石の85%を供給していた。採掘場は小樽市の名称、松倉岩より、 東部の根部分に存在した。小樽市と赤井川村の境界付近にあるものの、小樽市側は近隣に水源地が存在することから、工区の設定がされておらず、採掘はもっぱら赤井川村側で行われた。採工場、倉庫、事務所は小樽市天神町の平地にあり、採掘場と採工場は作動で結ばれていた。採掘場は長年殿化されておらず、 採掘はコーヒーの部分を選びもっぱら手彫りで行われていた。採掘された鉱石は、作動で天神町の選鉱場に運搬され、粉砕後に荒い鉱及び手選鉱で処理された。後に重症石の品位低下に伴い、オレイン酸を用いた浮遊選鉱での処理に変更された。重症石の硫酸バリウムの品位は93%であり、 最高は99%に達した。しかし、太平洋戦争中までに良質で採掘しやすい、交渉はあらかた掘り尽くされており、戦後は80%に低下し、1961年以降は平均67%の低品以降も採掘対象となった。同鉱山で採掘された重晶石は緻密カタカタな会場であり、 リートポン及びバリウム化合物の製造に適していた。会場の重症石は、リートポンとバリウム化合物の原料として、先行時に生成される粉体の重症石は、国内の油性における泥水調整剤として出荷された。自社向けの成功は、小樽港から貨物船で、大阪府堺市の堺港まで運ばれた。なお、同工産の山の上社は、松倉岩を御神体とし、 松倉岩周辺の採掘は行われなかった。天神地区の鉱山施設跡地はゴルフ練習場に転用されたが、1990年に閉鎖されている。また、1980年には、堺化学工業の関連会社とも生成薬の天神工場が開設された。2018年2月現在は、海原ファーマの天神工場となっている。また、 工場敷地内の一部を北海道横断自動車道の天神大橋が通過している。ありがとうございます。